当然ですね、みんなといた方がいいというふうに思っていました。でも成長するにつれて一人の方がいいなというふうに思い始めました。なぜなら他人というのは自分の心を傷つけるからですね。他人っていうのは自分の心を傷つける存在なわけです。だから傷つけられるのが嫌だから一人でいたいというふうにシンジ君は考えているわけですね。一人でいれば誰かに傷つけられる心配はない。だからシンジ君はそのテレビ版の最初の方でですね、誰ともつるんだりせずに孤独を愛する少年という人生を送ってきたわけですね。でもシンジ君はネルフに入っていろんな人たちと出会って、他人と群れを作るということの楽しさを、知ることになるわけです。シンジ君は徐々に友達って楽しいなとか、人を好きになるって嬉しいなとか、そういうことを考えるようになったんですね。ケンスケとかトウジとか、まあ綾波レイとか、アスカとかミサトさんとか、そういった人たちと出会う。